というわけで今回はですね、ソニーさんからこちら α6700 最近出た新しい APS-C カメラですね、こちらお借りしましたので今回徹底レビューしていきたいと思うんですけれども、まあね、まあ忖度なしのガチレビューということで、ちょっともしかしたらあれな部分もあるかもしれないですけど、それはあらかじめご了承ください。というわけで、まあ実際この α6700 昼夜使ってみました。で、まあ素材撮って、まあオープニング見てもらったらわかると思うんですけど、まああんな感じで撮れましたということで、このカメラ、まあ今回使用して僕自身がどう感じたかっていうのを赤裸々にお話ししていきますので、よかったらこちら最後までご覧ください。よろしくお願いします。どうもミリオネアのウィディです。僕たち映像制作とか音楽制作に特化したことを日々 YouTube に上げているんですけれども、今回はそう、冒頭でもお伝えしましたこの α6700 ですね、 APS-C 機としてもうかなり期待度が高いカメラでございましてね、皆さんかなり盛り上がっているところではありまして、買いたいと悩んでる方もいると思います。で、実際まだ写真とかのレビューに関してはかなりの数出てるので、今回は割とね、動画どうなんやろう思ってちょっと動画メインでね撮ってきましたので、ちょっとその辺お話ししていけたらなと思っております。結構ね、あんまり発表されてないというか、かなり見逃しがちな部分というか、ちょっと特殊な部分が多かったので、その辺に関してもお話ししていきますので、ぜひね最後までご覧いただけたら嬉しいです。で、そもそもまあ今僕撮ってるカメラ FX3 でフルサイズミラーレスって言われるやつなんですね。で、それに対してこの APS-C って言われるカメラって何が違うかっていうと、まあね、ちょっと見てもらったら分かるんですけど、センサーサイズがねちょっとだけフルサイズよりちっちゃいんですね。かつ、まあ言ったら画角が単純にねクロップされちゃうんですよ。例えばフルサイズで 50mm って言われるレンズを装着すると、 APS-C 機では 1.5倍換算になるので 75mm になりますっていう風に、画角がちょっとクロップされてしまうっていう分、ただ軽くて女性とかにも人気なモデルになってますね。気軽にね持ち運べるものとして APS-C 機未だに人気でございます。で、あとはやっぱ単純に価格が手頃って言ってもね、これ218,900円なんで、まあまあまあ高いっちゃ高いんですけど、最近出てるミラーレスの中ではね、かなりちょっとまあお手軽にお買い求めいただけるカメラかなと思います。で、まあ一応ね簡単にスペックから紹介していこうと思いますけれども、一応ねちゃんと調べますと注意していただきたいのが、静止画が2600万画素でございます。で、こちら動画時が最大1990万画素なので微妙に異なるので、そちらあらかじめご注意ください。で、手ブレ補正が 5.0 段ですね。この手ブレ補正について後でねちょっとじっくり話していくんですけれども、公式で見たらこれね面白いのが、載ってんのがこの 5.0 段って書いてあるんですけど、カッコで FE50mmF1.2GM 装着時とか書いてあるんですよ。で、僕たまたまこれ見る前にパッと届いてすぐ 50mm の GM でも撮ってんすよこのカメラで、 50mm の GM 手ブレめっちゃ効くなって思ってたんですよ。で、もちろん 20mm の G とかも効くんですけど、なんか 50mm、 まあ言ったら換算 75mm になってるんですけど、なんかめちゃくちゃ撮りやすいなって思ってたん多分これなんですね。なんで実際のところ本領発揮するにはある程度レンズスペックで、まあ他にも多分ね条件満たさないとダメな部分はあると思うんですけれども、手ブレ補正アクティブで最大制限まで多分活かそうと思ったらですね、こちら 50mm の F1.2GM と非常に相性がいいっていうカメラになってると思います。で、こちら本体のみの重量が 409g ですね。で、バッテリーと SD カードですね、こちら入れた時に 493g になりますね。で、意外や意外なんですけど、動画がね 14bit ロー対応で、実は外部出力すると 14bit ローまで対応してますので、意外と本気出せばローデータでも撮れるっていう、まあ面白いカメラにはなっています。最近追加された機能として、こういったオートフレーミングって言ってね、被写体を自動で追いかけてくれる、まあちょっと便利な機能があったりであったりとか、で AF 機能がね α7R5 っていうね、写真のねかなり高画素機に、で結構高いんですよ、50万ぐらいするめっちゃいいカメラに入ってるものと同じねセンサー含んでるので、骨格とかにもねトラッキング追従してくれるので、例えば後ろ向いててもトラッキング追いかけ続けてくれます。で、前向いたらまたちゃんとねピントそのままあった状態でオートフォーカス追いかけてくれるっていう機能がついてるので、オートフォーカスはめっちゃ強かったです、実際使ってみて思ったんは。なのでこのオートフォーカス機能とか便利なんで、やっぱり手軽に持ち出して普通に撮影するって考えたら、やっぱりこのカメラすごい便利なんかなと思います。で、ここが結構大事で、前段前の段ですねに初めて
この APS-C 機というか α6000 シリーズにですねダイヤルがつきました。このダイヤルが前段につくことによって例えば F 値をねレンズ側で調整できなくてもここにね F 値設定しておけばこのダイヤルグリグリって回すだけで F 値簡単に回せるのでかなり便利です。実はカメラでね映像撮るときとか、写真撮るときもそうやと思うんですけれども F 値っていうのはかなりねいじることが多いのでそういう意味ではここの前段にねダイヤルがついてくれたことによってここ嬉しい方かなり多いんじゃないでしょうかね。フルサイズ機とかには結構ついてたんですが今まで過去のね α6000 シリーズにはねなかなかついてこなかった機能なのでこの機能は結構大きいかなと思います。でここから動画の話になっていくんですけれども 422.10bit に対応しておりまして120フレームに対応しております。8ビットとね 10bit っていうのが大体動画にはあるんですけれどもその8ビットっていうと1610万色ぐらいのグラデーションを表現できますっていうやつなんですね。一方 10bit になった瞬間に10億6000万ぐらいですかねおよそぐらいのグラデーションで色を表現できるのでいわゆるバンディングって言って空にこう縞模様がかかったような変な色ムラを起こさずにね綺麗に撮れる仕組みになってます。で120フレームに対応しておりますのでもちろんスローモーションにも対応しております。でここからあんまり知られてない機能なんでよかったら皆さん購入検討されてる方とかもうすでに持ってるよっていう方に関しては参考にしてください。デュアルネイティブ ISO に地味におそらくこれ対応してます。でこのデュアルネイティブ ISO っていうのに関してはソニーさん基本的に公式で発表しないんですけれども要はデュアルネイティブ ISO っていうのは、ISO 感度のある地点とある地点2つの地点で一番ノイズが乗らなくてダイナミックレンジが最も広いっていう瞬間の ISO の数値があるんですね。でそれが実はこの6700にも搭載されてます。でいわゆる僕がよくやってるこういうね今薄い状態で撮ってで後で色つけるログ素材ですね。こういうログ素材に関しては ISO 800と2500がベースの ISO になってネイティブ ISO になっております。 PP10 ですね HLG この辺で撮る方も多いと思うんですけれどこちら100と320になっております。で PP11 これも多いと思います。 S シネトーンですね S シネトーンに関しては125と400になっております。でクリエイティブルック、最近おしゃれに撮れるエモいフィルター系のやつですね。このクリエイティブルックに関しては100と320になっております。で静止画に関しても一応100と320になっておりますね。なのでこの辺のね数値を覚えておいてもらうと一番ノイズがね乗らない状態で一応撮れるようになるのでよかったらこちら今回参考にしてください。で特に APS-C 機っていうのはフルサイズと違って光を取り込む部分のセンサーサイズがちょっとちっちゃい分夜間とかにノイズがどうしても乗りがちになっちゃうんですね。なのでこのデュアルネイティブ ISO デュアルネイティブ ISO って言ったら公式で発表されてないから怒られるかもしれへんけど、言ったらこの地点とこの地点今言った部分の ISO で設定してもらうとなるだけノイズが少ない状態で撮れるのでこの数値ねよく使うねピクチャープロファイルであったりとか写真の部分で数値を覚えておいてもらえると後でめっちゃ便利かなと思います。であとはナイブラッドにやっぱりね対応しました。でナイブラッドって言ったら要は自分の好きなねフィルターみたいなのをカメラの中に入れてそれをねモニターに映した状態で撮れます。もちろんねそれをねそのままもうナイブラッドいわゆるそのねフィルターみたいなのをつけたまま撮ることもできるし一旦つけといて仮で当てはめといて素材後で SD カードからパソコンに移した時には色が乗ってないっていうねそういうねナイブラッドにも対応しましたので結構撮ってる時の気持ちがやっぱ変わるんですよ。ナイブラッドあるだけでやっぱ自分の好きなフィルター乗してねこう映像撮れるだけでなんかこうちょっとモチベーション上がるじゃないですか。だからそういう意味でもこのナイブラッド対応っていうのは嬉しいですね。最近の ZV-1 であったりとかもちろん FX3 であったりとか結構上位機種にね対応してるこの機能になるんですけれどもこの α6700 APS-C 機にもかかわらず今回これが対応してるっていうのは結構すごいなと思います。でここから結構リアルな話になっていくんですけれども実際動画撮ってみてですねこれね大前提言っとくんですけどこれね動画メインのカメラではないんでそもそもなんですけどやっぱり最近はね写真も撮りたいし動画も撮りたいという方も多いと思うので実際この α6700 の動画機能気になってる方も多いと思います。なのでこの動画機能結構ね思った通り話していくんですけれどもスチルメインで多分撮った方が合ってるんやろなっていうのを大前提で聞いていただけると嬉しいんですが昼間はね特に気になりません。やっぱり綺麗に撮れるな 422.10bit ってさっき言ったように色の階調が広いのですごい動画も綺麗に撮って
カラーグレーディングって言って後で色のせる工程に関してもすごい綺麗にできるなと思いました。ただ夜間なんですけれども、やっぱりね、僕ね、これね、そもそもなんですけど、普段 FX3 っていう夜間とかでも強いカメラ使ってるんですよ。でそういうカメラでかつフルサイズ使ってたりするんで、やっぱりね、800と2500で撮ったとしてもちょっとノイズ乗ってる感あります。適正露出って言われる、まあログ撮影ね、撮る上で必要なその露出の部分で考えても、露出はある程度保ってても、やっぱり夜間やったらどっかが暗くなったりするじゃないですか。ってなって、そのどっか暗い部分に関してはちょっとザラッとしたノイズがどうしても入ってしまうなっていう印象は否めないのが結構正直な感想でございます。でまあ、なので露出をねしっかり撮るのも大前提なんですが、まあ後でカラーグレーディングログで撮る方に関しては、まあ暗部しっかりちょっと締めてあげてノイズごまかすっていうこととか、まあ単純にノイズ除去かけてあげたりしたらいいかなと思います。ただ適正露出ちゃんとある程度撮れるなら、夜間でもね、まあそんな結構ちゃんと見たらノイズ乗ってんなぐらいにはなるんですけれども、めちゃくちゃ気になるかって言われたらそうではないですけれども、フルサイズとかね、FX3 使ってきた僕がこうダヴィンチリゾルブに取り込んで映像を見てみると、おーってちょっと思う部分はあります。で僕 YouTube ライブ毎週やってるんですけれども、そこでねリクエストあったんで実際に試しました。オールドレンズですね、スーパータクマとか、やっぱこんなね小型軽量やったらちっちゃいスーパータクマみたいなね軽いのつけてね手軽に撮りたいっていう方もいると思うんですけれども、何しか手ぶれがねもうね当たり前なんですけど割ときついっすね。でさっきも言ったように 50mm の F1.2GM と相性がいいみたいなんとかね、公式で微妙にチラッとカッコで書いてあったりとか、ちっちゃく書いてあったりするんですけど、なんでそう考えた時に結構ねやっぱりね GM レンズとか G レンズと組み合わせてあげた方が手軽に撮れるカメラかなと思います。やっぱりこういうね APS-C 機とかちょっと持ち出してパッと撮るっていうところに関して皆さんやっぱり魅力を感じるっていう部分もあると思うので、今回ジンバル一切使ってないんですね。あえて手持ちのみで撮ってるんですが、同じ例えばまあオールドレンズとか、まあタムロンも使ったんですけど、オールドレンズとかタムロンとかの 50mm と GM の 50mm では手ぶれの機器がマジで全然違うんで、逆に 50mm の GM の 1.2 とか使ってしまうと割とね気をつけたら、まあジンバル級まではいかないけどそれに近いところまではかなり撮れるようになります。あと 20mm に関してもレンズって広角になれば広角になるほどやっぱりね手ぶれは起こしにくくなるので、ちょっと手ぶれが気になって 50mm の GM 持ってないわっていう方も多いと思うので、そういう方に関してはやっぱ広角を買った方が、合わせてあった方が個人的にはいいかなと思います。でコンパクトなんですけど、ここ一番僕的に気になったんが、あのねグリップ感きついっすね正直。あのね絶妙に小指がなんか微妙にはみ出す。これ男性女性で変わると思うし、手の大きさによるんで人によって変わると思うんですけど、僕多分ちょっと手大きい方なんですけど、あのね安定感ちょっと出しにくいなっていうのが割と正直な感想で、なんで手持ちでそのまあどういうレンズと相性がいいとかも大事なんですけど、やっぱりこう持ってる時の安定感っていうのも個人的にはすごい大事にしたいから、この絶妙に小指が微妙にはみ出すのは今回結構厳しいなっていうところで個人的に感じました。今回これストラップついてるんですけど、ストラップつけてなかったらちょっと落としそうで怖いんですよね単純に。なんでストラップつけてまあちょっと安定性保ってあげるとかっていう風な対策を取るのが一番いいかなと思います。でさっきも言ったように、その手ブレに関して 50mm の F1.2GM とかがねすごい相性いいかもみたいな感じになってるんですけれども、あの、ね、50mm の F1.2GM ってそもそもフルサイズ用のレンズなんで、で 75mm になるからもちろん自撮りにも使えないし、でやっぱりね結構ねフロントヘビーになるんですよ。フロントヘビーっつってレンズ側が重くなっちゃうからバランス悪いなっていう感じはするんで、なんかアップデートとかあるならちょっとねレンズのその対応幅っていうのをもう少し広げていただけると嬉しいなと個人的に思います。 20mm とかに関してはかなりねつけた感じ可愛らしい感じになるので、でもねフルサイズ僕普段使ってるから 20mm つけてもちょっと大きく感じるんですけど、それでもまあ 20mm とかやったらね割と相性いいと思うので、まあ 20mm とかつけていただくのがいいかなと思います。ただこれ注意なんですけど、さっきも言ったように基本的に APS-C サイズは 20mm のフルサイズ換算のレンズをつけたところで 1.5 倍になるので、言ったら 31mm になるんですね。 20mm やったら 1.5 倍なんで 31mm になってしまうので、結果的にフルサイズでいう 20mm、 今これ 20mm
ね、フルサイズの 20mm の価格なんですけど、自撮りとかしたい方に関しては 14mm の、ね、レンズを買うとフルサイズ換算でちょうど 20mm ぐらいになってくれるので、 14mm スタートぐらいのレンズからの方が自撮りとかには向いてると思います。そういう意味では割とね、広角のレンズ1本持っておくとね、でかつ軽量の方がまあなんかバランス感取れていいかなと個人的には思っております。で、最終的なまとめとしてこんな方におすすめっていうところをまとめてきました。で、ちょっとね、女性で手がちょっと小さめというか、まあ女性っていうか、まあ、手が小さくてあんまりここのグリップ感気にならない方に関しておすすめかなと思います。なので一回ね、実店舗か何かで触ってみるのが個人的におすすめかなと思います。で、かつカメラ始めたての人とかにはかなりいいカメラになります。あの、いろんなね、オートフレーミングとか、まあ、AF 機能とかのスピード感とか、そういう粘り気の強さとか、まあ例えば鳥であったり虫であったり、いわゆる車であったりとかにもオートフォーカス粘ってくれるので、って考えた時にカメラの機能がめちゃくちゃ高いんですよ。なのでカメラの機能をまあ頼ってできたらね、手軽に撮りたいよっていう方に関してはこの α6700 おすすめしたいと思います。で、まあ動画の話になってくるんですが、普段動画をメインで映像制作してる方に関して、サブ機で今ちょっと6700出たから考えてるよっていう方もいると思うんですけれども、僕の見解としては、僕やったら FX30 とかにするかなっていう印象ですね。もしくは ZV-E1 であったりとか、まあその辺にするかなっていう感じの印象ではあります。ただやっぱね、写真とかもね、2600万画素あって、で動画も実際問題 6K オーバーサンプリングって言って、まあ 6K の素材で撮ってギューッと圧縮して 4K にしてくれるから、まあ映像自体はね、まあ本来普通の 4K よりも綺麗に出てくるので、そこのオーバーサンプリングとかに魅力を感じる方に関してはこの6700っていう選択肢全然ありかなと思います。で、もちろんあとスチルメインの方に関してはサブ機としてはかなりぴったりだと思います。なのでね、まあちょっと適材適所な部分があって、最近はソニーさんね、かなりカメラ出してるので、まあ一概に6700だけをサブ機で狙い撃ちするっていうよりは、ちょっといろいろ実際にね、店舗に足運んでみて、レンズつけてみて、でちょっと試すのが一番今はいいのかなと僕は思っております。ぜひね、皆さん6700持ってる方であったりとか、欲しいよって思う方ね、いろいろコメントいただけたら嬉しいと思っております。はい、というわけで今回はですね、ソニー α6700 新しい APS-C カメラについて紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。実際まだ結構いいカメラやと思います。普段僕 FX3 とか使ってしまってるから、改めて購入っていうことはないかなと思ってるんですけれども、まあ実際問題ね、スチルとかもしっかり撮りたい。まあやっぱね、逆に FX3 とかそういう動画機持ってて写真もね撮りたいなっていう方のサブ機やったら割とありかなと思いますので、ぜひね、よかったらいろいろ皆さん、本当にさっきからしつこく言ってるように、店舗に行って一回ね、もうこのグリップ感とか実際持ってみないと分かんないんで、そちらはね確認していただけると大変嬉しく思っております。というわけで、ミリオネオンで映像制作とか音楽制作に特化したことは日々 YouTube に上げているんですけれども、今目指せ1万人ということで、めっちゃ頑張って動画投稿しておりますので、この動画良かったなって思う方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録していただけると大変嬉しく思っております。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。